インターネットテレビビル増刊号デスクの山根です。本日は、産経新聞論説員の遠藤良介さんと、喫煙者の権利を守る会、橋本琴恵さんをお招きしております。よろしくお願いします。前回は、タバコ、喫煙者の権利についてお話しいただいたんですが、今回も引き続きいろいろとお伺いしてみたいと思います。で、橋本さんはタバコは嗜好品であると主張されていますが、この個人の趣味嗜好というものを、法律でここまで縛っていいのかという問題に対してどうお感じになりますか？まず断っておきたいのは、私はタバコは吸わないし、匂いも嫌いなんですけれども、昨今の禁煙政策の私権制限はやはり行き過ぎていると思うので、そこはどうにかしないといけないと思っています。はい、で、タバコは嗜好品ということなんですけれども、同じ嗜好品のお酒と比べた時に、やはり法の下の平等に反していると思うんですね。で、タバコ税っていうのは、ビール1缶 350ml ですと 42%、で、ね、タバコは 61.8% ですよね、これは明らかに大きな差があって、同じレベルに同じ程度に下げるべきだと私は思っています。分かりやすく言うと、タバコ1箱20本で、約300円、で、ビールは1缶 350ml で、70円と言われているので、相当これ格差ありますよね。そうですね、で、同じタバコの健康問題もよく取り上げられますけれども、それについてもお酒としっかり比べるべきであって、お酒の肝硬変の数字とちゃんと比較しているのかというと、ちょっと観念的な議論しかやってないんじゃないかなと思っています。その社会的影響、迷惑をかけるっていう意味ではお酒の方がの影響が大きいと思うんですよ。っていうのも飲酒運転でもちろん死亡事故って、年間100件以上ありますけれども、タバコを吸って事故って起こさないじゃないですか。はい、そうですね。そう、お酒を吸って何か物を壊したりとか、誰かをに暴力を振ったりっていうのはよく聞きますけれども、タバコでっていうのは全く聞かないじゃないですか。私、個人的にタバコを、お酒を吸ってる人に体触られたとかっていうことはありますけど、タバコを吸ってるからって触られることは全くないので、女性から見てもなんかそこをちょっと平等ではないよなと、なんでタバコばっかりそういうふうにいじめるようにしなきゃいけないのかなと思います、なるほど、それは女性ならではの意見かもしれないですね、で、その男性でしかも喫煙者である遠藤さんを聞きしたいのが、やっぱりお酒を飲むとやっぱりこう気持ちが大きくなって、やらかしてしまうことも多いと思うんですが、そのタバコを吸うとやっぱり落ち着くっていう効果はあるんですかね？私は酒もタバコもやるもんですから、本当に高額納税者なんですが、さらに、このタバ酒タバコは嗜好品だと橋本さんおっしゃいましたが、これは私にとっては生活必需品という、半ば冗談ですが、私両方やりますけれども、ただその両方好きな私から見てもですね、これ全く同感です。どちらが害が多いかと、社会的な害、迷惑、これお酒でしょうね、アルコールだと思います、アルコールによる事故、それからいろんな精神的な作用による自殺だったり、うつ的なものが生じるとかですね、それからアルコール依存症になっての、家庭崩壊、経済的破綻、そういったものを考えると、やっぱりアルコールの方が害は大きいというふうに思います。で、タバコの効能って何かというと、私はやっぱり物を書く仕事をしているので、どうしても欠かせない、物を書いていて、こう行き詰まった時にはですね、これはやっぱり一番今はそこでその場で吸えたらいいんでしょうけど、今はそうはいかないと。だからこれ喫煙所に行ってですね、バーッと人に気づいて、ニコチンによって、頭を覚醒させて、そしてこの行為によって頭を整理して、でそうすると物を書いたり考えている時に、そこで思考が整理されて、パチッと何かこう切り替わってですね、発想の転換が起きたりもするという、そういう何て言うんですかね、私にとっては仕事のリズムを作るというかですね、そういういい切り替えといいますかね、そういう役割を果たしています。ですので、お酒っていうのは単純にコミュニケーションをね、滑らかにするとか、そういう作用がありますけど、ただこれは頭脳というか、これは
頭脳の働きを低下させる方向にね、働くもんですけど、ニコチンというのはそうじゃなくて、どっちかというと覚醒させるもの、しかもこれはそういう行為とですね、これタバコっていうのは単なるニコチン依存だとかね、ニコチン中毒なんだと、ニコチン、タバコ外来でも行って治療しろとか、そういう人たちがね、日本禁煙学会とかですね、そういう人たちが言うのかもしれないですけど、これは合法的に認められた薬物をね、納税しながら我々たしなんでるわけで、それによって、仕事にも仕事の生産性向上ということにも結びついてるわけで、私両方やりますが、お酒と比べたらタバコの方が利があるというふうに思ってます、個人的にもそう思うんですけど、例えば分かりやすいのが、そのテレビでの、その表現の規制とかを見てると、やっぱタバコとお酒差があるなって思うんですよ。例えばお酒の CM ってビールをごくごく飲んでるじゃないですか。でもタバコの CM って今多分タバコを吸ってるシーンって流しちゃダメですよね。そうですね。とかドラマとか映画でも、例えば昔の昭和の映画、昭和を舞台にした映画とかでもなるべくタバコを吸わないようにしたりとか、なんかこれ異常だなって思うんですよ。異常ですね。おかしい話だと思いますね、本当に。でも橋本さんの家庭のお父さんが、タバコ吸われてたということで、まあ、ある種昭和の原風景みたいなものですよね。そうですね。私の小さい頃も父がタバコを吸いながら新聞を読んで、で母がお茶を出して、で朝行ってきます、行ってらっしゃいっていう風景がいつもあったので、タバコを吸う姿っていうのは私の中で馴染みのあるものですし、特にタバコを吸ってるから嫌悪するっていうのは、何かそういうタバコを吸ったことで何か嫌な記憶が回帰されるとか、そういった問題もあるんじゃないかなと私は個人的に思っています、お父様が、喫煙者だったということで、はい、銘柄はどちらを吸われてたんですか。当時マイルドセブンを、吸っていました。若い方がマイルドセブンって言ってもピンとこない方がいらっしゃるそうなんですよ、最近は。というのも、何年ぐらい前でしょう、10年ぐらい前ですかね、変わりましたよね、名前が。そうなんですね、マイルドとかライトとかね、そういう前向きな言葉を使っちゃいかんというね、ふざけたことになって、マイルドセブンダメだと、今メビウスっていうのになってるんですよね、もうだいぶ前からそうですよ、私モスクワにいた頃からもそうですからね、まあおかしな話ですね、でも今見るとどうでしょう、昭和時代とかね、あの頃のドラマとか映像を見てても、まあいい時代だなとしか私は思わないんですけどね、正直言って勢いがあっていい時代だったと、で経済も伸びてたと、でそれに比べてね、今もうなんかタバコはなんか迫害されるわ、なんかみんなが日本自体も元気がなくなってるしね、どなたかこれバック出版の本で確かどっかで書かれてたと思うんですけど、経済成長と喫煙率っていうのは比例するっていうね、ことをどっかの先生がおっしゃってたと思うんですけど、おそらくそういうことってあるんじゃないでしょうかね、本当にニコチンというのはこれ覚醒効果があるだけで、生産性を高めるというふうに私は思ってますんでね、で少なくとももう過去の昭和時代の映像とかからですね、喫煙シーンを覗くとかですね、これは歴史とか文化の否定であってね、これはもう本当におかしなことだと思います、僕は、文化の否定っていうところで、やはりもともと恩師のタバコって天皇陛下からの下賜品のタバコが廃止されて、で恩師のモナカになったっていうのがあるんですけど、モナカなんて戦場に持ってったら腐っちゃって食べれないじゃないですか、でやっぱそういったその皇室の中にまでタバコ禁煙が入るっていうのはちょっとどうかと思いますね、モナカは口の中パサパサしちゃうんですよ先ほどタバコとお酒の比較っていうのを遠藤さんされたんですが、そもそもタバコがそんなに体に悪いのかという議論もあるわけですよね。でこの弊社 WACC から、奥村浩先生、順天堂大学名誉教授の奥村浩先生が嘘だらけの健康常識という本を出されているんですが、その中でもある研究機関が2000人の自殺者を対象にして、その人が喫煙者か非喫煙者かっていうのを調べた、そういう調査があったみたいで、これなんとタバコ吸ってる人が一人もいなかったらしいんですよね。で、そういう内容もありますし、他にも例えばその肺がんになりやすいとも言われますけど、その今喫煙率って下がってますけど、この肺がんの患者の数って増え続けてるんですよ。なので巷で言われるようなタバコイコール肺がんになりやすい
健康に悪いっていうのをそもそもこう疑う、そのあたりをまあちゃんと調査するっていうのも大事だと思うんですよね。うん、あのデータの話で言うと、肺がんはこの60年間で60倍になっているけれども、あの逆に喫煙率というのは5分の1になっているっていうことから、健康についても本当にタバコが肺がんに関係あるのかっていうのは、あの言えないんじゃないかと思っています。そうですね、うん、そのイメージだけが先行して、で実際データを解析してみるとどうしてもそうは思えないんだよなっていう感じを思えるんですよね。うん、でこれ一例ですけど、まああのイギリスのウィンストン・チャーチル卿は毎日タバコを吸って90歳まで生きたというのがありますね。新宿のメンズ伊勢丹に、あの葉巻を売るコーナーがあるんですけれども、私あの東京来た時によくお土産で買うんですけれども、その1本4000円とかするチャーチルクラスっていうのがあって、でそ、まあ、そういったタバコを吸っているから長生きできないとかがんになるとかっていうのはやっぱりちゃんとデータがないので、そこはしっかりとあのお酒とも、先ほど言いましたけどお酒とも比べるべきですし、タバコだけっていうのはやっぱり関連的に話してるんじゃないかなと思っています。先ほど橋本さん、そのお酒の席で、まあ、男性の、まあ、上司だったり先輩だったりに、まあ、暴力、暴言、そしてセクハラをされるっていう話がありましたが、まあ、それアルハラと、まあ、一般には呼ばれてますよね。でこれ2003年の調査なんですけども、このアルハラを受けた人は3000万人いらっしゃるそうなんですよ。でまあ、2003年なので、まあ、20年近く経った今はもうおそらくほぼ全員がやっぱりお酒で嫌な思いって絶対してると思うんですよね。で最近ではその自治体とか国だけじゃなくて、まあ、それに従うように民間企業でもこの禁煙の動きってあるじゃないですか。で最近あのイオン、あのスーパーマーケットを展開しているイオンが、その就業前45分、仕事に来る45分前からもう禁煙しろというようなその社内の規則ですかを発表したって聞いて、これ非常に驚いたんですけど、そのあたり橋本さんはどうお考えですか？そうですね、その出勤の45分前からタバコを吸ってはダメと決めるっているのにもかかわらず、その45分間の賃金は支払わないっていうのは、やはりその自由時間の拘束に当たると思うんですね。でそういった違法が当たり前のように、ま、あのでなっているっていう風潮がちょっと良くないなと思っています。なのでそういった個人の自由を、あの制限するっていう状態は、あの断固として戦わなければいけないと思っています。ですよね、45分間のその時給、賃金出してもらわないと、でタバコの匂いって言いますけど、他に口臭だったりとかの方がきつい人の方が禁煙を、あの言っているっていう、そういう何かおかしいな状態になっていると思うので、はい、なるほど。イオンのように、まあ、タバコを規制する企業もある一方で、このタバコをビジネスチャンスに変えている企業もあるんですよね。で例えば、コーヒーを飲みながらタバコを楽しめる喫茶店として、昨年オープンしたスモーキストコーヒー、ここは、現在都内3店舗を展開中で、さらにこの自動販売機を、展開するスキマデパートという会社はですね、喫煙所に自販機を設置して、でその自販機の売り上げが伸びたそうなんですよね。で、まあ、こういう展開が、まあ、もっと、増えていけばいいなと思っております。ということで、今回はタバコについてお話を伺いました。遠藤さん、橋本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。